農業生物資源ジーンバンクでは、海外や国内で作物の種子を探索収集して、その保存と配布を行っています。各地で集められてきた種子は、種子保存作業室で受け入れ、確認・整理されます。種子保存作業室の温度は25度、相対湿度は 30% に調整されています。農業生物資源ジーンバンクに受け入れた植物遺伝資源の情報はデータベースに登録して管理します。受け入れ作業は進捗状況を明確にするために受け入れ進行表に記入しながら進めます。受け入れた種子は目で外観を検査した後、風船機でゴミや実りの悪い種子を取り除きます。さらに病気や虫食い、種子の混ざりなどが確認された場合には丁寧に選別し取り除きます。保存する種子には高い活力が求められますので、種子庫に入れる前に発芽率を検査します。種子を長期間貯蔵するためには、種子の水分を 5% から 6% 程度まで下げることが必要です。そこで、受け入れた種子を専用の低温乾燥室で乾燥します。低温乾燥室の温度は20度、相対湿度は 15% に設定しています。種子の乾燥状態を確認するために、週に1度、種子の重さを計量しています。低温乾燥室に置かれた種子はゆっくりと乾燥が進み、水分が 5% から 6% まで下がると重さは変化しなくなります。発芽試験を終えた配布用種子はペットボトルに詰めます。同時に長期保存用種子は缶に詰めて保存します。種子をパッキングする際には取り違えが起きないように慎重に作業を進めています。一人がボトルを用意してリストを読み上げ、別の一人が種子と容器ラベルを確認してから詰め込みます。他の2名もこの一連の作業に誤りがないか確認しながら作業を進めます。農業生物資源ジーンバンクには配布用種子貯蔵庫と永年用種子貯蔵庫の2種類の貯蔵庫があります。パッキングされた種子の重さをデータベースに記録します。それと同時に品種名などを記載したバーコードラベルをボトルに貼り、配布用の種子貯蔵庫に入庫します。種子の活力は長期間保存しているうちに下がってきます。そこで保存中のおよそ15万点の種子のそれぞれについて、5年に一度国際種子検査規定に準じた発芽率の検査を行います。発芽率を検査する方法は作物の種類によって違っています。稲や麦ではペーパータオルを利用した方法で行いますが、牧草や野菜ではシャーレを利用した方法で行います。種子をまいて数日後に発芽率を調査して結果をデータベースに入力し、種子の管理や配布に役立てます。農業生物資源ジーンバンクには
植物遺伝資源を利用したい国内外の研究者からの配布申し込みが届きます。種子を配布用貯蔵庫から取り出します。種子は品種名や発芽率などが印刷された紙袋に入れられて、申し込み者の手元に届けられます。配布用種子貯蔵庫には40万本のボトルを収納することができます。貯蔵庫内の温度はマイナス1度、相対湿度は 30% に保たれています。多くの植物遺伝資源はおよそ30年から50年の間、この環境で活力の高い状態を保って保存されます。配布用種子貯蔵庫はロボットにより自動化され、迅速な入出庫を実現しています。長期保存用の種子は缶詰にします。種子は重さを測ってデータベースに記録します。計量された種子の缶は永年庫の作業室へ運ばれます。作業室に運ばれてきた種子の缶は缶詰機で空気を抜いて密封します。密封された種子の缶は100缶入りのバケットに入れられています。バケットは種子自動保管システムの入庫口にセットされます。操作 PC から入庫を指示すると、種子の缶は永年庫に自動的に送られます。種子の缶は ID 番号によって管理されています。種子の缶の保管場所は出し入れのたびに最も近い場所に保管するように制御されています。缶を収納する経路が短くなるため、入庫作業が効率的になっています。永年庫には40万缶と専用の保存箱360個分の種子を保存することができます。貯蔵庫の温度はマイナス18度、相対湿度は 30% に保たれており、多くの植物遺伝資源は長期にわたってこの環境で活力の高い状態を保って保存されます。高い機能性・保冷性を備えた種子自動保管システムは植物遺伝資源の保存管理のために不可欠です。植物遺伝資源はそれぞれの地域に引き継がれてきた伝統的な農作物であるというだけではなく、新しい作物を生み出すための素材として私たちの暮らしを支えている人類の財産です。一度失われた遺伝資源は二度と同じものを手に入れることはできません。私たちにはこのような貴重な遺伝資源を次の世代に引き継いでいく責任があるのです。